浜松市の観山寺ロープウェイで異常事態の発生を想定して乗客を救助する訓練が行われました。浜松市の観山寺ロープウェイは浜名湖パルパルと大草山をつなぐ日本では唯一湖の上を渡るロープウェイです。30回目となる訓練は遊園地駅から200メートルほど進んだ場所で滑車の軸が折れ、湖面から30メートルの高さでゴンドラが動かなくなった想定で行われました。スタッフはゴンドラの中に備え付けられている救助袋を使って下で待機している救助用の船に乗客を降ろしました。スタッフ一人一人がお客様の安全を意識した中でお客様をお迎えするということがまず一番重要かなと思っています。